お疲れ様です。井上です。編集者としてもうちょっと上達してみようの企画10日目です。今日はドロップシャドウという機能を使ってみようと思います。この機能は動画に影をつける機能です。今回もフィモーラを起動していつもの動画に出てきてもらいます。タイムラインに設定してビデオをダブルクリックするとドロップシャドウという項目があるのでチェックボックスにチェックを入れて設定をしてみて、再生してみます。あ、なんか最後に来た、最後に来たから、せっかく長文書いてもらったから読もうかな、最後にすみません、野球しようずさん、お分かりいただけたでしょうか。この状態、いろんなものがある状態だと影をつけてもどこにも影が見えません。そこで活躍するのがエフェクト、セグメンテーションです。本来動画をグリーンスクリーン、緑のバックで撮影していると動画の対象物だけを浮き上がらせることができるんですが、今回はグリーンスクリーンの合成を使いませんので、セグメンテーションに活躍してもらいます。再生してみます。あ、なんか最後に来たからせっかく長文書いてもらったから読もうかな、最後にすみません、野球しようずさん、こんな感じです。で、動画の位置を変更したり、影との距離や方向、影の濃さ、大きさなんかを変更できます。で、さらにここに背景を付け足して、あ、なんか最後に来たからせっかく長文書いてもらったから読もうかな、最後にすみません、野球しようずさん、こんな感じに立体感を持たせることができます。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。